お願いします。はい、ここでお願いします。はいはい、皆さんちょっとこれお願いします。はい、はい、はい。そうですね、今回ダブルキャストで加藤君と一緒にロナン役をやらさせていただいております。あの一昨日ぐらいかな、入ったのが劇場に入って、あのようやくこの3日目ぐらいにして、あの劇場の雰囲気に慣れてきまして、こう今ずっと毎日場当たりで大変な日々をあの過ごしているんですけども、結構あのこの衣装を着て動くっていうのが稽古場でやってなかったので、すごくなんかこう着るとより気持ちが入るっていうのもあるんですけど、結構動きの制限とかがね、いろいろまた出てきたりとかして、こう試行錯誤しながら、頑張ってて、もうすぐ本番近いので、いよいよちょっと引き締まる思いで毎日頑張っております。小池徹平君とダブルキャストでロナン役をやらせていただきます、加藤和樹です。まあ、稽古場を経てなんですけれども、稽古場でできることはまあ全てやれたかなと思います。それで、まあ、舞台稽古に入って、やはり舞台セットに立ってみないとわからないこともたくさんあって、まあ、小池先生をはじめ、まあ、スタッフさんとまあ息を合わせながらですね、まあ、一つ一つ丁寧に確認しながら、まあ、とにかくやはりこう動きだったりダンスナンバーがやはり多いので、もう特に怪我にはみんな気をつけて慎重にやっています。で、まあ、僕もダブルキャストなので、あの客席で見る機会があるんですけれども、思った以上にやっぱり派手だし華やかだし、やはりこれが全て一つにつながった時どうなるかというものは、まあ、僕自身も楽しみにしているので、まあ、間違いなくあの革命的な作品になるのではないかなという実感はあります。夢咲ねねさんとダブルキャストでオランプ役を演じさせていただいております神田沙耶香と申します。お稽古はですね、すごく小池先生、いつかのご一緒したいなと思っていた演出家の先生でいらっしゃったので、あのご一緒できたことがすごく嬉しく、日々勉強させていただきました。そしてキャストマンの同年代が多い現場でありましたので、すごくあの楽しく毎日みんなで試行錯誤しながらやってまいりました。劇場に入ってから私帝国劇場大好きなので、毎日劇場入りするたびに結構気が引き締まるような思いでやらせていただいております。で、舞台稽古を見ていても、あの今もお分かりの通り、皆さんの衣装もすごく華やかだし、あの舞台のセットや照明なんかもすごく見応えがあるので、曲も素晴らしいので、目にも耳にも楽しんでいただけるかなと思っております。神田沙耶香ちゃんとダブルキャストをさせていただいている夢咲ねねです。私はあの私自身帝国劇場が初めてなので、ずっと憧れていた帝国劇場でこうやって舞台稽古を始まって、あ、いよいよ始まるんだなって身の引き締まる思いと、舞台稽古を自分じゃない時に見ていて、やはりすごく豪華で、この作品に出れることが本当に幸せだなと思っております。一生懸命頑張りたいなと思いますので、よろしくお願いします。大木さんとダブルキャストでマリー・アントワネット役をさせていただきます、花房まりです。アントワネットこそ普段のお稽古着とは全然雰囲気が変わりますので、これでやっとちょっとアントワネットに近づけるかなという気持ちでいっぱいです。近年にない迫力のある、作品だと思いますので、一生懸命頑張りたいと思います。よろしくお願いいたします。花房まりさんとダブルキャストでマリー・アントワネット役をさせていただきます、大木からめでございます。お稽古当初はどちらかというと小池さんや加藤さん寄りだった私ではございましたが、少しは女性らしくなれたんじゃないかなと思います。舞台に来てこうやって大きな衣装を着させていただいて、まだまだ勉強の日々ではございますが、私らしく精一杯頑張ってまいりたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。そうです、まだあのお客さんが入った状態ではないのでわかんないんですけど、なんかこうこの建物の中にいるっていうだけでもすごく少しずつこう実感が湧いてきて、こうエレベーター移動がなんか多いんで全然来ねえなっていう時があってこう階段をこう使ったりとか、なんかそうやってるのも結構楽しいなと思ったりとかして大変なんだけどね、あ、そこ楽しいと思っちゃうんです、初めてなんで。素晴らしい。そうなんです。そういうとこも含めて、もう裏も表もその舞台の上でも、今のところは楽しくやれてますちょうど2年前の今ぐらいですね、多分同じくレディーベースも舞台稽古の最中ではなかったかなと思います。で、まあ、2度目とはいえですね、やはりその、まあ、今回あの恐れ多くも主演という形ですので、やはり新たな
気持ちでですね、まあ、本当に素晴らしいキャスト、スタッフに囲まれながらやれているというあの感覚はあるので、やはりもうこうある意味ではいい意味でこう身も心も預けるというか、肩の力を抜いてできるのではないかなと思っております。もちろんあのこの帝国劇場初めて立った時、本当にこう、ね、帝劇には魔物が住んでると言われて、まあ、臨んだ舞台だったので、まあ、今回はあの、まあ、初日から面と向かってぶつかっていけるんじゃないかなと思います。まずあの王室の場面に変わった時にすごくあの見ていらっしゃる観客の方々もすごく華やかさにびっくりすると思います。であの装置が本当に私たちも実際シミュレーションしに行ってびっくりしたような装置だったりもするので、そこがまず全然ちょっと住んでいる環境が違うというのが視覚的にまず説明されているということと、あとはやっぱりこう今回そのさっき花瀬さんもおっしゃってましたけど、ダンスやアクロバットなんかもあのすごくなんかワイルドで野性味あふれる感じが、そのこう飲みのみんなでやって、平民のみんなでやってたりとか、そういうふうに一堂に会して熱いエネルギーっていうのがまた違うので、王室の方とはちょっと静と動のエネルギーがあって、その両方を行き来できるのはすごくなんかこうオランプとしてもすごく刺激的な日々であって、だからこそなんかこう全然自分と180度違うロナンに惹かれたのかなっていうことをすごくこう経験していますね。私自身平民なので、なんかあのなんかそうそうそう、だからこそなんか平民の場面になるとあのなんかちょっとダンスもすごくこう情熱的というか熱いので、すごく心が打つくというか、あ、私も出たいってなるんですけど、でも王族は王族で本当に憧れの場所なので、なんかドレスもセットも豪華で本当にその場所にいられるのがすごく幸せだなって思います。少しあの少しどころかあの贅沢をしすぎましたが、当時のファッションリーダーでもあったマリー・アントワネットのこれでもかっていう素敵なお衣装を本当にたくさん着させていただいているので、ぜひそこをあのお客様にも楽しんでいただけたらいいなと思いますし、個人的にはマリー・アントワネットの登場シーンをぜひ楽しみにしていただきたいと思っております。で、宝塚の時とはもう本当に全然違う、ので、宝塚はその歴史あるベルサイユのバラという作品に出るという感じだったんです。本当はもう今回はあのフレンチミュージカル1789の中の、マリー・アントワネット像というのを、まあ、小池先生と一緒に作り上げていってる最中ですので、また全然違う感じになっておりますので、ぜひそちらも見ていただけたらと思っております。花瀬さんが言った通り、登場シーンが見どころだと思いますあとのお衣装も本当に素敵なんで、そこも見ていただきたいなと思います。宝塚の方のベルサイユのバラ、私も何度か出させてもらったんですけれども、どちらかというと宝塚の本当にアニメとか漫画の世界で本当に夢の世界を描いてるんですけれども、今回の1789の方はどちらかというと現実的なあのイメージがとても強いので、その中ででも今回は民衆側の芝居がメインになっているので、その中で対比としてマリーがどういうふうにやっていけばいいかっていうのをすごくある意味今回悩んだところなんですけれども、彼女の母として国母としてそういう大きい心を表現できたらいいなと思っております。ね、先ほど皆さんが言われたこう素晴らしい部分も含め、あの今回この3組のダブルキャストがいて、全部で8通りですかね、いろんな本当に1789が楽しめる本当に素敵な舞台に仕上がっていると思いますので、ぜひあの皆さん劇場に見に来てほしいなと思っております。お願いします。まあ、今てっぺくんが言ったようにですね、まあ、組み合わせ違ってこう通し稽古も何回かやらせていただいて、やっぱり見てる側としてもやっぱりそのキャストが変わるだけでも雰囲気が全然変わるんですね。なのでこれが本当にこの本番の紛争に身を包んでお客さんの前に現れた時に、まあ、そのバッとい こう華やかさと、まあ、あとは楽曲にこう、そしてまあ衣装だったり舞台セットに目を奪われていただき、こう心を奪われていただけるようなそんな作品になることを確信していますので、まあ、ぜひ劇場に足を運んでいただきたいと思います。よろしくお願いします。